マスラオ構成、マスラオ構成、マスラオ披露、1961年6月27日体は、福岡県田川郡糸田町出身で押尾川部屋、現在廃止に所属していた、元大相撲力士。最高位は、西関分け、1987年7月場所。現役時代の体格は188センチメートル、127キログラム、本名は、手島広司生。 手島博夫、特異種は右四つより下手投げ。血液型は B 型。現在は年寄り大野松。夫人は元プロゴルファーの奥村久子。元々は兄と同じ警察官を志望していたが、押尾川親方、元大関、大麒林に説得されて、地元の飯塚高等学校を2年生終了の時点で中退して押尾川部屋に入門し、 1979年3月場所において17歳で初土俵を踏んだ。後の横綱、総羽黒や、北斗海らと同期である。当初の古名は本名の手島であったが、読みは手島と濁っていた。新弟子時代から午前2時に起きて相撲教習所で稽古に励み、同様の稽古を行う寺親ことが、梅と共に鍛え合ったという過分なほどの、 稽古熱心さで実力を伸ばし、1983年7月場所に22歳で新十両へ昇進し、同時にマスラオと四個名を改める。その後は一時、手島の名に戻していた時期もあったが、1985年3月場所においてマスラオに再改名してからは大までそのまま通した。同年9月場所に24歳で新入幕を果たしたものの、しばらくは、 幕内と重量を往復する状況が続いた。1986年11月場所において4回目の入幕を果たすと、刺身の鋭い速攻相撲を武器に活躍し、その11月場所で西前頭13枚目の位置で11勝4敗の高成績を上げて初の関東賞を獲得し、続く1987年1月場所でも東前頭4枚目の位置で横綱、 総はぐを破る金星を挙げて8勝7敗と、勝ち越して、初の技能賞を獲得した。初の三役となる、東小結びに昇進した1987年、3月場所では、二横綱、千代の富士、総はぐ四大関、北手に言う、大野国、朝史を、若島津を破る、大活躍で、マスラオ旋風を巻き起こした。一時は優勝も期待されたが、終盤後連敗し、 最終的には9勝6敗の成績で終えたものの、初の四勲章を獲得した。後に、マスラオの弟子となった大野将が2017年、9月場所の優勝争いに加わった際には、マスラオと同時代を幕内で過ごした坂子、玄、伊賀、相撲雑誌のコラムで、あの時は、マスラオ旋風白いウルフと言われましたが、大野将もいっぱいで中日まで突っ走りました。 つくづくしてというのはどこかで繋がっているんだなと思いますとしみじみ語っている。この時期には、横綱、千代の富士のニックネーム、ウルフになぞらえて一般からの公募により付けられた、白いウルフというニックネームでも知られるようになった。また、マスラオが白星を挙げると地元である糸田町で、花火が打ち上げられるようになり、マスラオの人気はますます加熱していった。 東小結に番付を据え置かれた1987年、5月場所でもに横綱、千代の富、総羽黒に大関、朝史を、若島津を破り、9日目には、西関脇の朝日富士に勝利し、10日目には、大関取りがかかった東関脇の小西家を2度、突っかけた後に立ち合い一戦の桁繰りで破るという、大活躍をせて受賞勝5敗の成績を挙げ、 四場所連続での三勝受賞となる二回目の主勲賞を獲得した。続く七月場所では自己最高位となる西関分けに昇進したものの周囲の期待から大きくかけ離れた四勝十一敗の生に終わった。1987年九月場所で大野国に寄り倒しで敗れた際に右膝の人体帯を痛めて途中休場し、この場所から怪我との戦いが続いた。翌、 11月場所は、交渉が認められ、1988年1月場所において再起して2場所を連続して9勝6敗の成績を挙げたものの、西前頭非頭の位置で迎えた同年、5月場所において、小錦に押し倒しで敗れた際に再び右膝の人体帯を痛めて、途中休場し、強行出場して、さらに故障箇所を悪化させたために、以後は勢いも加工してしまった。 その後は1989年3月場所に2回目の関東賞を獲得したものの、三役への復帰は果たせず、十両で大敗を喫して、幕下陥落が濃厚となった1990年7月場所を最後に29歳で引退した。引退後は寺尾が所有する年寄り名跡を借りて、年寄り、四五山を襲名して押尾川部屋の部屋付き親方となった。 親方となってから自ら部屋を持ちたいという思いが強くなり、一門外の元子結び、大明から名跡を買い、1992年9月に年寄り、12代大野松を襲名した。独立の医師や一門外からの年寄り名跡取得については、師匠である大塩川に何の相談もなく言っていたため、師匠の激凛に触れてしまい、事実上破門という浮き目にあったものの、 同じ二社の席一門の大砲親方、元横綱、大砲から助け船を受けて大砲部屋へと移籍して、大砲部屋の部屋付き親方となった。1994年10月には、大砲部屋から、分家独立して大野松部屋を創設した。2010年1月に行われた、日本相撲協会理事選では、立候補した、高野花親方、元横綱、高野花を支持したとの理由により、 事実上、二所の席一門を破門された。この影響で1999年5月場所から約10年間に渡って務めてきた審判委員の役職からも退いた。2010年に発覚した大相撲野球賭博問題では、大野松部屋から多数の関与力士を出し、さらに部屋で行われた賭博会長の関与者4人が逮捕された責任を問われ、 委員から平戸しおりへの2階級降格と10年間昇格見送りの処分を受けたが、実際には2014年の役員改選と同時に行われた新たな職務文書で委員に再昇格している。2018年2月1日、相撲協会理事選に高野花一門から立候補し、同月2日、理事に初当選した。同選挙では一門の総帥である高野花が落選しており、 大野松は仕事をさせていただく可能性ができたで相撲協会の一員としてファンの皆さんに愛されるそして活力ある組織にしたいと事実上の所信表明を終始引き締まった表情で口にしたこの役員回線による新たな職務文章では審判部長ドーピング防止委員長新弟士検査担当という要職を与えられたこれは八角理事長 元横綱、北東海の再選に賛同し、一門の総帥であり、家中の人物である高野花と距離を置いたことからなる、抜擢とされている。審判部長として、初めて望んだ同年、五月場所は、土地の真の大関昇進をかける場所と重なり、千秋楽に、八角理事長へ昇進の可否を審議する、臨時理事会の開催を要請するという大事に、携わった。 またこの千秋楽の表彰式では、五度目の優勝を果たした横綱、各流への優勝記事をも担当した。九月場所は、大相撲史上初の三勝すべて該当者なしという事態となったが、審判部長として若手が跳ね返されたということと正当性を主張した。マスラオはその華々しい活躍によって、関脇にまで昇進したが、その反面怪我が大変多く、 幕内在位場所数は20場所に過ぎない。これは1957年に大相撲が年六場所制に移行してから入幕した力士の中、最高位が関分けの力士としては最も少ない。逆に最高位が関分けの力士で幕内在位場所数が最も多い力士は極天法で99場所、後見山の97場所がこれに次ぐ。参考までに、 歴代における幕内在位場所数の少ない上位5人の力士は以下の通りである。括弧内は関脇を務めた場所数、現役力士は除く。なお、上位5人の力士は全員が3勝を受賞しているが、5回も受賞している力士はマスラオのみである。その他に金星を2個獲得している。実力がありながらも度重なる、怪我のために重量で相撲を取ることも多かったものの、 重量では実力的に突出していたこともあり、通算で全後回もの重量優勝を果たしている。これは歴代における重量優勝回数の最多記録である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。